じゃあ今日も一日終わりました、出張初日、まあ、今日で多分最後だけど、今日と明日で出張最後かな。泊まりに来たモーテル、こんな感じです。こんな感じで、モーテルっていうよりはベッド&ブレックファースト、なんか誰かんちの裏にあるベッド&ブレックファースト感じかな。タオルがね、このタオルがこういう風に置いてあって、タオルもね、これふかふかじゃないの、これカッサカサのまま雑巾みたいな。まあまあまあ、嬉しいことはヒーター使いたい放題と電気毛布も使いたい放題、嬉しいね。明日の着替えと今日必要だろうなって思ってたもの、そんなに使ってない、備えあれば憂いなしだね。それから冷蔵庫の中にはさっきの夕飯で食べ残したなんか中華まんみたいなやつ、こっちのモーテルって言ったら、まあね、大体ついてくるものはお湯沸かすやつと、そう、コップとかトースターとか、そんなもんだよね。まあ日本も変わんないか、日本の変わんないかもしれないね。ね、なおかし、なんもなし、フォークとかナイフとか2種類ずつだよね。2人用、ほんでなんか田舎だからテレビがうまく映んないから、テレビを映すようにこんな変な機械がある。それと、変な絵、誰だろうね、誰やねんって感じの絵だよね。よくわかんない。とバスルーム、バスルームは十分なスペースが取られてる。ただね、普通ホテルとかモーテルとかさ、そういうところ来た時ってさ、シャンプー、石鹸、リンスってついてんじゃん。これ全然ついてないね、なかったね。持ってきて正解だった、なんもないから。その日本のラブホテルの方がクオリティいいかもしれない。てな感じで出張で泊まりに来たところです。じゃあまたね。また明日。